特別ビデオを作ります。二人のために頑張るぞ。では、自分のことを紹介するとき、私はね、私は僕は全部 I です。英語は。王様でも、私でも、I を使えばいいの。で、次にちょっと日本人には馴染みにくいんだけど、am。これは be 動詞っていう種類の、動詞です。でね、イコールの役目って思ってください。I am Mahina。私イコール Mahina です。I am Juju。私はイコール Juju ちゃんです。ね。だから、もう名前だけじゃなくて、例えば、歳？もし5歳だったら、I am 5。もし10歳なら、So I am 10。二人はいくつなんだろう？じゃあ15ぐらいまで一緒に数えてみましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13, 14, 15. もしかすると、12ぐらいかな？ 12? 13, 13ぐらいかな？で、I am は大丈夫かな？今度は、私のことを思い浮かべてください。あんまり会ったことないけど。で、あなたは節子ですよね？ You are 節子。You はあなたは。で、are がイコールはね、アムじゃないの。you の時のイコールは are。ちょっと変わります。you are setsuko。 じゃあ、あなたは10歳ですって言ってみて。you are ten。 excellent。 次。今度はこの絵に関して。男の子がいるでしょ？先生が作るテキストの主人公です。もう絵が下手だから3本頭なの。髪の毛が3本しかないやつ。で、何々を見てというの。look at。 例えば、なんだろうね。猫を見てなら look at the cat。 ワンちゃん見て look at the dog。 今回はその男の子を見てみて。Look at the boy。 でね、I am と you are 覚えた？今度男の子一人で彼はねっていうの。He。 これが彼は。男の人一人なら he。 ちっちゃい子でも男の子なら he。 で、イコールが is。 He is Fred。 So Fred 君って言うんです、この子。He is Fred。で、女の子がいるよね。Look at the girl。 女の子見てね。Look at the girl。 女の子の時、he は使えないの。怒られちゃう。女の子、彼女はねっていう時、she。she is Meng。嬉しいことにイコールは同じなのよ。is を使えばいいの。she is Meg。じゃあ、I am You are, he is, she is. 大丈夫？で、フレッド君、ちょっと右上の方。さ、釣ってきたお魚を料理。どこにいるのかな？キッチン。これは日本語と一緒。でね、中っていうのが in。よく、駐車場のここから入るんですよっていうのに in。って書いてあるでしょ？中だから、そこから中に入るのよ。in。それを使って、Fred is in the kitchen。 だはあんまり深く考えないで覚えちゃってください。だをつけるんだって。Fred is in the kitchen。 もう一回せーの。Fred is in the kitchen。 メグちゃんはなんと自分のライブラリー、図書館を持っているんです。ちょっと長いお話なんだけど、近くに住んでいるお百姓さん、ファーマーボブが使っていない納屋、倉庫みたいなやつをライブラリー、図書館にしていいよって言ってくれたの。だから本好きなメグちゃんは、ここをライブラリー、自分のライブラリーに変えたんだよ。で、今、その中にいるから、Meg is
in the library. 後でもう一回テストするからね。はい。一週目はもう一個、二番までやります。Number two. お天気の言い方。天気いいなっていう時は、It is sunny. Sun がお日様でね、お日様でしょ。Sunny は日が照ってる状態。It はね、あんまり意味考えないでください。It is sunny.お天気とか時間とか気温を言うような時、it で始まるんです。でも、is は一緒だよね、さっきの。Fred is, Meg is, he is, she is. あとは、あったかい。it is warm, warm, あったかい。it is sunny, it is warm. 先生が言った後で真似っこしてみてね、毎回ね。はい。look at Fred.もうわかるよね。フレッド君見てみて。He is strong. Strong というのは強い。彼はね、イコール強いんだよ。He is strong. じゃあ、私強いのよって言ってみて。I am strong. 二人とも強そうだよね。じゃあ私のこと、私って節子のことを思い浮かべて、あなた強いわって言ってくれる？ Great. You are strong. 結構強いのよ。で、今度、メグちゃん見てみて。Look at Meg. 今は garden。Library の前にある garden。お庭にいます。She is in the garden. She is in the garden. ね、中、in がついたでしょ？お日様を浴びて、二人とも体をうんと動かすから、they are strong. ありゃー、また they なんか出てきちゃった。二人の人間を he とか she で、言うことはできないんです。男一人が he。女一人が she。彼らはねって言いたいとき、ちょっと舌を噛んでから they, they. で、その時の B 動詞イコールが are, you の時と同じだね。are. で、they are strong. 二人は強いんだよ。彼らは強いよ。安心してください。イコール B 動詞っていうのは am, are,is 三種類だけです。ではテストします。Number one。私マヒナです。I am マヒナ。私はジュジュです。I am ジュジュ。あなたはセツコです。私を思い浮かべて。はい。You are セツコ。男の子を見てみて。Look at the boy。彼はフレッド君です。He is Fred. 女の子を見て。Look at the girl. 彼女はメグちゃん。She is Meg. Fred 君はキッチンの中にいます。中だよ。Fred is in the kitchen. メグちゃんは図書館の中にいます。Library がね、言いにくいね。Meg is in the library. はい、number two. お天気がいいよ。It is sunny. あったかい。It is warm. Fred 君を見てみて。Look at Fred. 彼は強いよ。He is strong. Meg ちゃんを見てみて。Look at Meg. 彼女はガーデン、お庭の中にいます。She is in the garden. 彼らは強いよ。They are strong. もう無理だくさんだけど、なんとか早く追いつきたいなと思って、毎日頑張って聞いて、口にも覚えさせてね。頭で理解するのも大事だけど、口や体に英語は覚えさせてください。寝言でも言えるぐらいに。はい。では、1週目はここまで。2週目いきます。Number 3。この前は It is sunny だったけど、ここは雨。It is raining. It is raining.
でね、この前は It is warm、 あったかいだったけど、 It is quiet。 Quiet というのは静か。そうだよね、 Raining の時は Quiet だよね。はい、次。 Fred is in the living room。 もうわかるよね。フレッド君の後ろイコール入ってどこにいるのかな。 In the living room。 はい、メグちゃんも。Meg is in the living room。 で、次の文章、今回までは全部イコール B 動詞が入っていました。ところが、これ聞いて。 They like movies。 Like っていうのは好き、なんか聞いたことあるんじゃない。 Like、 あの Facebook とかで Like、 いいねって押すのが Like なんだよね。あんまり違うかな、みんなやってないかな。で、あ、どこにも are、 B 動詞がない。だってこれさ、B 動詞入れたら、彼らは映画になっちゃうんだよ。ね？ movie って映画だから。そう、こういう時は、イコールはいらないんです。B 動詞いらない。they like、 like は好き好き。彼らは好きですよ。movies。ちらっと今、先生、movie って言ったよね、一回。映画って。なんでここは movies、 図なんてついてるんだと思う？もういっぱい、ごめんね、もう詰め込んじゃって。一個なら movie でいいの、映画が一本なら。映画だけど好きな人ってさ、この映画も好きだし、あの映画も好きでしょ？ movies、 図はね、二個以上のものにつけるんです。ややこしいけど。じゃあ、一匹のワンちゃんだったら dog なんだけど、二匹以上いたらどうなると思う？そうだよね。dogs。男の子が一人だったら、はい、boy。二人以上いたら、boys。女の子一人なら、はい、a girl。二人以上だったら、so girls。だから、マヒナ and ジュジュ are girls。だよね。で、もう一個、次。they like animals。そうなんです。動物が大好きなの。でも一匹だけってことはないから、アニマルに S がついて、animals、動物たちが好き。犬飼ってたり、猫飼ってたりするもんね。はい、number four。またお天気が元に戻って、It is sunny and warm。前回は、It is sunny。It is warm。分かれていました。でもね、and で、くっつけてまとめることができるの。なんか聞いたことあるよね。and って、そして、何々と、みたいな。だから晴れていて、そして、あったかいです。一つにまとめました。次も出てくるよ。Fred and Meg are good friends。ね？ and。で、まとめて、Fred と Meg は。で、二人いるから、they と一緒。彼らはあの時のイコールと一緒の are を使います。フレッド君一人なら、はい、is。メグちゃん一人なら、is。二人一緒だから、はい、are。二人以上のもの、二つ以上のものは are になります。で、good、良い、これはわかるよね、very good の。いい、friend、なんだったっけ？そう、友達。でも二人で一人の友達になることはできません。気持ち悪い。二人いるんだから、friend に s をつけてます。発音するとき、friend ずって言いにくいからまとめて、friends になっちゃいます。もう一回言ってみるね。後についてね。Fred and Meg are good friends. Good. 上手。はい、次。They like spring. なんだっけ、like。そう、好き好き。spring は春、季節です。夏ってなんていうか知ってる？うん、summer。秋は fall。fall。autumn っていう人もいるけどね。はい、冬。winter。聞いたことあるでしょ。winter。じゃあね、私は、先生は I like summer。二人は何の季節が好きかな？今度教えてね。ではテストします。Number three。雨が降ってます。It is raining.
はい、静かです。It is quiet. フレッド君はリビングルームの中にいます。Fred is in the living room. メグちゃんはリビングルームにいます。はい、Meg is in the living room. 早かったら一時停止しながら聞いてね。それから彼らは英語が好きです。映画、ごめんなさい、映画が好きです。Okay, they like movies. 彼らは動物が好きです。They like animals. はい、number four. 晴れてて暖かいです。まとめて。Excellent. It is sunny and warm. フレッド君とメグちゃんはいい友達たちです。Right. Fred and Meg are good friends. 彼らは春が好き。They like spring. じゃあ夏は？はい、summer. 秋。Fall. 冬。Winter. Good job. もうぎゅうぎゅうに詰め込んでるけど、二人とも頭がいいから、大丈夫大丈夫。頑張ってね。なんかね、学校がなくてとっても寂しいと思うけど、きっともうすぐまたお友達に会えると思うので、頑張ろうね。それではまた明日。バイ。